皆さん、こんにちは。アイドル歌手としてデビューして70年代に数々のヒット曲を出した浅丘めぐみさん。80年代からは主に女優として活動していますが、現在は何をされているのでしょうか。浅丘めぐみさんの結婚や離婚についてと、元彼が西城秀樹だった噂についてもまとめてみました。また、浅丘めぐみさんは顔面が崩壊してしまったという話も出ています。その真相についても合わせて紹介していきます。浅丘めぐみさんは大分県で生まれましたが、生後半年から大阪で育ちました。4歳上の姉に付き添う形で劇団に入り、1歳8ヶ月で CM に出演し、3歳の時にテレビドラマ「ピンからキリちゃん」で出て子役としてデビューしました。初舞台は梅田コマ劇場で、森光子さんなどと共演したそうです。浅丘さんは小学校6年の時に作曲家遠藤実さんの内弟子として単身上京していた姉の生活を支えるために母に連れられて上京しました。東京では風呂のない 1DK で母子3人で暮らしましたが、家計が苦しく献立はじゃがいもばかりだったそうです。浅丘めぐみさんは中学時代に当時創刊間もない少女雑誌週刊セブンティーン等でモデルとして活動しました。当時の芸名は本名の藤井佳代子でした。浅丘めぐみさんはモデル業の傍ら、歌手デビューした姉の仕事現場にたびたび雑用係として顔を出していたそうで、その場にいたレコード会社のスタッフから何度も歌手デビューしないかと持ちかけられたそうです。浅丘さんは頑張っているのにヒットに恵まれない姉の姿を見ていただけに、自分には無理としばらくは断り続けていたそうです。しかし結局歌手デビューを受け入れたのですが、理由はヒットが出ない姉がレコード会社から契約を打ち切られるのではないかと危惧し、そうならないために会社の言うことを聞けばいいのではと決めたそうです。だからあくまで姉をサポートするためで、歌手デビューは本意ではなかったそうです。そして1972年に芽生えでアイドル歌手デビューしました。浅丘めぐみさんは結婚を機に一度は芸能界を引退しています。しかしその後離婚し芸能界に復帰しました。復帰後は歌手より女優をメインに活動しています。テレビドラマでは水戸黄門、はぐれ刑事純情派、ラブホの上野さんなどに出演しています。浅丘めぐみさんは一度結婚しましたが、長女を産んだ後に離婚しています。結婚相手がどんな男性だったのか、また一人娘が今何をしているのかなどを調べてみました。浅丘めぐみさんは1977年の23歳の時、フジテレビ社員のプロデューサーだった渡辺光雄さんと周囲の反対を押し切って結婚しました。そして浅丘さんは自分の人生を一度リセットしたいと芸能界を引退し、1979年11月に長女を出産しました。渡辺さんと結婚した浅丘めぐみさんですが、結婚した6年後の1983年に離婚しています。離婚の原因は渡辺さんの度重なる浮気が原因だったと言われています。何でも渡辺さんの方から離婚を切り出したらしいです。浅丘めぐみさんは渡辺さんとの離婚後芸能界に復帰しましたが、それは一人娘を育てなければならなかったからだそうです。浮気相手と駆け落ちしてしまった渡辺光雄さんからは当然養育費の支払いもなかったそうです。そんな娘さんの名前はひとみ。ひとみさんは好きな科学を学ぶため立教大学理学部へ進みましたが、卒業後は進路を変えて芸術を学ぶためにフランスに留学しました。帰国後は水彩画家として個展を開いたり絵本を出版したりしました。現在はパリ・ルーブル美術館のフランス国立修復美術研究所で科学研究員として活動しながら、早稲田大学教育学部で非常勤講師を務めているそうです。浅丘めぐみさんは渡辺光雄さんと結婚する以前に交際していた男性がいたそうです。それは西城秀樹さん。二人は親密な関係になったそうですが、破局に至りました。そんな二人の関係を調べてみました。
朝岡めぐみさんは明治大学附属中野高等学校時代の同級生が西城秀樹さんだったそうで、西城秀樹さんが朝岡めぐみさんを好きになって交際がスタートしたそうです。当時中野高等学校の定時制課程には多くのタレントやアイドルが通学していたことで知られていましたが、定時制課程は2003年3月に廃止されました。1974年に朝岡めぐみさんは西城秀樹さんの子供を妊娠してしまったそうですが、当時は互いに若くてトップアイドルだったことから、朝岡さんは地方都市の病院で中絶手術をしたらしいです。朝岡めぐみさんが中絶手術をした後も西城秀樹さんとは交際を続けていたようで、1975年頃はお互いの右手の薬指に指輪がはめられているのが歌番組などで確認されています。しかし結局事務所に別れさせられてしまったらしいです。続いて朝岡めぐみさんの顔面が崩壊してしまったという話ですが、12日放送の TBS 系の医療バラエティ名医の座太鼓判に出演し、検査で顎の歪みが見つかります。レントゲン検査で左の顎関節が右よりも上がっていた朝岡めぐみさん、実はこの歪みは危険で、放っておくと顎の関節に痛みが出て25ミリほどしか口が開かなくなるといいます。握り寿司すら食べられない狭さで、若い頃に抜いた歯に原因があったことが判明します。右の歯を抜いたことで左で噛む習慣がつき、顎に歪みが生じてしまっていたようです。クローズドロックと呼ばれる症状が発症する恐れもあるようです。顔面崩壊しているというのは言い過ぎですが、顔に歪みは生じていたようです。そんな朝岡めぐみさんは現在はどんな仕事をしているのでしょうか。女優だけでなく歌手活動も続けているのかなどを調べてみました。朝岡めぐみさんは2000年に演劇集団シアタードリームズカンパニーを主催し、自ら芝居やリーディングのプロデュース演出を手掛けました。歌手活動も2008年頃から再開し、2020年1月29日には新曲「フォーエバースマイル」を発表し配信リリースしました。この曲は同日発売のアルバム「プレミアムベスト」のボーナストラックとして収録されたもので、作詞は松井五郎さん。何でも朝岡さんのヒット曲「私の彼は左利き」へのオマージュを込めた人生の応援歌だそうです。朝岡めぐみさんは歌手デビュー当時から清楚で可愛いアイドルとして大人気でしたが、現在も清楚で年齢を感じさせない可愛らしさを保っています。渡辺光雄さんとの離婚後は新しい男性の噂も流れず、どうも再婚はしていないようです。再婚どころか一度も熱愛報道がされることもありませんでした。独り身の朝岡さんですが、現在はファンとの交流を楽しんでるようです。朝岡めぐみさんが2008年頃に歌手活動を再開したのがきっかけだったのか、2009年に33年ぶりに彼女のファンクラブが発足しました。朝岡めぐみさんはライブツアーやイベントを通して長年のファンたちとの交流を楽しんでいるのだそうです。60代後半の朝岡めぐみさんですが、これからも自分なりのペースで芝居や歌の活動を続けていく予定とのことです。素敵な老後を送るための準備を少しずつ始めているそうですが、いつまでも可愛く親しみを持てる朝岡めぐみさんでいてほしいものですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。